朝たんとは朝タンパク質をしっかり食べるということです。でなぜ朝たんが大事かというと、食事は朝昼夕ですね、なるべくカロリーもタンパク質の量も均等に食べていった方が体作りに効果があるということが分かっています。2つ目は夜寝ている間っていうのは筋肉なども少しずつ分解されていくんですけれども、朝起きて食事をすると合成モードに変わります。でこの時にタンパク質がしっかりあることで筋肉の材料も体に入ってくるわけですから、体作りにとても有利に働くことになります。3つ目はタンパク質は三大栄養素の中で最も DIT 効果が高いというふうに言われています。朝からこう体温が上がることによってやる気も出てくるし、活動的になるので消費エネルギーが高まっていきます。でこのことによってダイエットにも有効なんですね。朝たんについてより詳しく知りたいという人は杉浦克己のリアルスポーツ栄養学をぜひご覧ください。